私は岐阜大学と、京都にあるルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。バイオクリニカという医学雑誌がありまして、2020年4月号が3月31日に発刊予定です。この雑誌にですね、酸化ストレスと炎症、免疫との関連の論文を載せましたので、免疫に関するところを主に紹介したいと思います。酸化ストレスですが、リンゴを切って空気に触れさせると酸素によって茶色に酸化します。鉄茎が錆びるのも同じような、錆びる現象でございます。もっと身近な例では体の酸化、日焼けなんですが、太陽光線に含まれる紫外線が皮膚に当たって、その紫外線が皮膚で、体を錆びさせるフリーラジカルを作るので、炎症が起きるという現象です。しかし酸化ストレス見えないので、簡単に説明いたしますが、酸化ストレスの最終産物として、洗濯用の漂白剤である過酸化水素、それから、最近、消臭とか滅菌によく使われる次亜塩素酸というものがあります。でこの2種類はもともと我々の体の中で作られていて、例えばウイルスとか細菌をですね、白血球が、飲み込んだ後破壊するのに、使われます。しかし考えていただくと分かるんですが、漂白剤成分が血液の中で多くなるということは全身で炎症が起こってくるという現象です。私は抗酸化配合剤の 20X というものを開発しました。有効成分を示しますが、8種類の、コエンザイム Q10、ビタミン、アミノ酸類でございます。これは国際特許を取った後、中国でも日本国でも特許が公開されています。 20X の抗酸化力は世界で最も高いと、フランスの酸化ストレス測定会社 ICDD から2014年に評価されています。このスライドは、岡山大学脳神経内科阿部教授との共同研究で、アルツハイマー病のモデルのマウスでの実験です。上の赤丸のように酸化ストレス物質が減っており、そして、下のグリーンの丸ですが、炎症性物質が減っているのが分かります。さらに、認知症に関してはですね、日本認知症予防学会主導で人の臨床試験をやってあります。これは昨年、ジャーナル・オブ・アルツハイマー・ディジーズに掲載された論文でございますが、世界で初めて認知症が予防されたということを証明したエビデンスの論文でございます。さらにですね、多くのアレルギー疾患でもモニターアンケートを取っていただきまして、これは喘息で、ございますが、飲む前と飲んだ後でですね、喘息発作の回数が非常に下がっているというデータでございます。免疫に関しては、マウスの実験結果があります。人大腸がん細胞をヌードマウスとい う特殊なマウスの尻尾から微常注しますと肺転移を起こします。そして 20X を4週間飲ませると、肺の転移数はですね、だいたい6分の1ぐらいに減るというデータです。そして肺転を起こしたヌードマウスの血液中の過酸化水素は通常の倍ぐらいに跳ね上がっています。しかし 20X を飲ませておくと、その 65% ぐらいを低下させることができました。またがんの主要免疫に関わるナチュラルキラー活性を測定しますと、正常のマウスと比べるとがん転移があるマウスではこの NK 活性がですね、下がっておりますが、 20X を飲ませることで倍に引き上げることが確認されました。さらにこれはラットのデータですが、腸内細菌層のデータがございます。この測定はタカラバイオで行いました。ラットに OPP と呼ばれる防カビ剤を投与して、20X を飲ませると
まず腸内細菌層の多様性が上がることが分かりました。腸内細菌層は我々の免疫の6割を担っているというふうに言われておりまして、多様性が上がると免疫が上がるというふうに言われています。また、アッカーマンシア属という細菌の属があるんですが、アッカーマンシアは抗炎症作用があって免疫を上げるというふうに言われております。そしてこの棒グラフのように、OPP と 10DX を投与するとアッカーマンシアの数が飛躍的に上がっているというデータです。抗酸化配合剤 10DX が免疫を上げるエビデンスですが、免疫細胞を攻撃する酸化ストレスを下げてナチュラルキラー活性を倍増する、これは直接作用だと思います。そして腸内細菌のバラエティを増やして抗炎症作用のあるアッカーマンシア属を増やす、これは間接作用だと考えています。この両方が組み合って免疫力が上昇すると考えています。